体何がどうなっとるんや。なんで知らんやつがわしの計画知っとった。おい、どういうことや真島。さっきの電話の男、多分あいつは俺が捨てたもんを拾ったんや。公園のゴミ箱から。ああ、俺があんたから取ったほぐし会館の制服、身代わりにするつもりやった女、俺がそれ捨てたとこ、その男はどっからか見てたっちゅうことや。そういうことかいな。それつこて誠の死体を偽装したんやな。けど何もんなんや。もしかしてお前の雇い主とちゃうか。ちゃう。俺の雇い主やったら本人が電話してくる。けど俺が誠の殺し命じられとんのは承知しとる口ぶりやった。となると前にここに来たヤクザどもか。まずその関係やな。電話の男は俺と取引したい言うとった。やつの欲しがっとるのは牧村誠っちゅうことや。どないする。相手はグランドで俺を待っとる。そらええけど、お前一人でのこのこ出ていくんか。相手はお前を待ち構えとるんやで。これ以上うろちょろされたら目障りやからな。それに奴に聞けばあの子が方々から狙われとるわけもわかるはずや。そろそろ蹴りつけたる。どうも、真島さん。お前は。その節はお世話になりました。お店の中に。組長。ええ、先ほど組長からお電話差し上げたかと。どうぞ、親父が待ってますから。
ほら、ここええやろ。あ、あかん、わしのも触ってえな。いや、もうほんまに特別ですよ。え、ちょっと立ってるやん。当たり前やん。ちょっと嫌や、やめて。せやったらいくら払えば揉んでくれるん？せやな。じゃあ1万で1秒。ほんまか。なら100万で100秒や。当店はみだらな行為は禁止です、お客様。支配人。ほう、あんたが真面目くんかいな。固いこと言うなや。場がしらけてしもたやんか。ですが、それが当店のルールです。はいはい、そりゃエロすいませんでした。支配人怖いな。な、当たり前や。他の客の迷惑になるような真似されて支配人として見過ごせるわけないやろ。ちゃうねんって、そない乱暴なことせん。これでもちゃんと筋通してますし、実はお店の人に頼んで貸し切りにしてもらったんや。わしらの会話、あんたも他のもんに聞かれたないやろと思ってな、人払いしといたんや。これでも気ぃつこてるんやで。まあまあ座ったら、たまには自分の店で飲むんもええもんとちゃうか。何もんや。わしゃな、鬼人会中看板掲げさせてもらってる西谷ってもんや。鬼人会？こっちの欲しいもんは分かっとるやろ、真島くん。牧村誠ちゃん、あんた、あの子どこに隠しとんのや。前にうちの若いもんが誠ちゃんさらいにハリシンとこ行ったやろ。せやけどあんたが手に負えん言うてな、結局わしが出てこなあかんようになってもうた。お前があのボンクラどもの頭っちゅうわけか。あんた強いらしいな。わしゃ強い男は大好きやで。せやけどそんなあんたが女一人殺せんでえらい困っとる。もう見てられへんで、かわいそうにな。何言うとるんや。まあカリカリせんと聞いて。わしらが欲しいは誠ちゃんの命やない。あの子とちゃんとお話ししたいだけなんや。せやから誠ちゃん、わしらに渡してもらえんか。なあ、ええやろ。あんたは雇い主に蒼天堀の死体が誠ちゃんや言うたらええ。相手は佐川やろ。キャバレーグランドの裏のオーナーさんや。あのアホに死体が別人やなんてバレやせん。わしは口の堅い男や。まことちゃんさえこっちの手に入れば誰にも秘密は明かさん。墓まで持ってったるわ。お前らなんであの女狙うんや。そりゃ言うわ。
わしらも人に雇われて動いとる。ただまあ、真島君もそれ知りたいやろな。なやったら、わしから力ずくで聞き出してみるか。あんたもそのつもりで来たんやろ。なや、真島君、どないしたんや。俺は店の中で客殴られへん。なあ、それ。この店の支配人としての流儀や。なんやなんや、あんたほんまにわし好みの男やな。せやけど、どないしよ。真島君の流儀も大事やけど、わしもはよあんたとやり合わな。もう収まりつかんで。せや、そしたらこないしょ。ちょ待って。あ、もしもし、警察でっか。わしキャバレーグランドの支配人ですわ。何？今頭おかしなったヤクザが店でドス抜いてますね。全然客やないです。強盗ですわ。早う助けに来てください。何考えとるんや、お前。これでわしは客やないちゅうこっちゃ。札も認める立派な強盗やで。支配人言うたことで強盗まで殴らんちゅう流儀はないやろ。大事な店を守るため、はよ遠慮せんとかかってきてや。真島君、わしゃもう仕事抜きや。楽しませてもらうで。そこまで言うんやったら突き落たる。俺も仕事抜きや。ほな行くで、真島君。がっかりさせんなよ。No.
まらんで。わし、こんな初めてや。しぶとい男やな。警察や、そこを動くな。なんや、もう時間切れかいな。サツの旦那方、わしがこの店を押し込んだ強盗ですわ。エロ、お騒がせしましたな。はあ、なんやそれ。待てや西谷、お前らが女狙う理由は何や。どっからの命令や。それは次会うた時のお楽しみや。お前はもうわしの獲物やで。真島君、ったく、なんなんやお前。とにかくこっち来い。あの支配人、何があったんですか。貸し切りのお客様は。え、あんなにお金いただいてるのに。ええから、お前はサツの応対しとけ。他の門には開店準備させろ。今から通常営業へ。わかりました。準備でき次第店を開けます。支配人はそれまでどうされた。せやな、店開くまで事務所におるわ。何かあったら呼びや。はい。すいませんでした。ええお客さんになりそうやし、ちょっとくらいええかなって。お店開けるんですよね。営業電話かけときますね。佐川。よう、邪魔してるよ。いつからここに。サツが店に入ったすぐ後だ。にしてもずいぶん騒がしかったな。それより真島ちゃんよ、お前仕事終えたら電話しろっつったろ。仕事？牧村誠だ。やったんだろ、ニュースで見たよ。蒼天堀に浮かべるなんて随分派手じゃないの。なんですぐ連絡してこなかった。ほうれん草はどうした。うっかりしてたんや。これから連絡するとこや。はあ、うっかりね。でも妙なんだよな、例の女の死体。俺はなんか腑に落ちねえんだよ。お前さ、なんでわざわざ死体の顔潰したの。そのくせ死体には女の働き先の服着せたままで。死体の身元隠してえのか隠したくねえのかよくわからねえじゃねえか。妙だよな。人を殺したんは初めてやったんや。自分でもよう覚えとらん。気が動転してたって。はあ、まあそういうこともある。どうでもええやろ。それよりももう仕事は済んだんや。これで登場会に戻れるっちゅう。その前にもう一つ聞きて。さっき店で暴れてた男、あいつは西谷って男でな、あれでも俺と同じ近江連合の直参だ。鬼人会ってな。近江連合の。ああ、近江の中にもいろいろあるがよ。
鬼人会は他の誰ともつるまねえ跳ねっ返りだ。どこの縄張りだろうと好き勝手やるがす。蒼天堀のトラブルメーカーってやつだ。ま、俺は嫌いじゃねえよ。ただその鬼人会がなんでお前にちょっかい出してきてんだ。店の中で暴れただけや。ええ酒飲み慣れてなかったんとちゃうか。そっか。まあ西谷のやりそうなことではあるか。ただこの前からお前の動きが妙でさ、なんか俺に隠してるんじゃねえかと思ってね。何を隠しとるっちゅんや。気悪くすんなよ。そうだよな。もしそんなことすりゃどうなるか身に染みて分かってるはずだもんな。よし、そんじゃ島野の兄弟とはなしつけとくからよ。それまでしっかりこの店儲けさせてくれやな。支配人さん、待て、ちょうどよかったよ。お前、雀荘の闇医者か。李さん、どこにいる？私、李さんに急ぎの用ある。急ぎの用？薬届けたい。李さん、痛み止めの薬切れる、取りに来るって言った。あんた、李と会う役。李さん、何かあったか。落ち着けや。ちょうどリーと話そう思うとったとこや。わかった。そしたら俺がついでに届けたる。あんた今薬持っとんか。ああ、あるよ。痛みとも。でも急いであげないと。薬切れると打たれた傷の痛みひどい。多分動けなくなるくらい。
の？おう、お前無事やったんやな。ああ、こっちも異常ないな。ん？ああ、別にないな。ならええ、あんたに預かりもんや。なんや？痛み止め屋とジャンバレアの闇医者がお前に渡せ言うとったで。ふん、こんなん別にいらんけどな。それよりどないやった？電話の男とグランドで会うたんやろ。あの、何かあったんですか？まあちょっとな。お前は気にせんで。それよりリーさん、なんで私に何も教えてくれないの？なんでって、お前急にどないした？全部私が狙われてるせいなんでしょ？だから二人でいろいろ動いてるんでしょ？だったら私にも何か手伝わせて。ただずっとここにこもって守られてるだけなんて。ホグシ会館でお前をさらいに来てヤクザらが追ってやる。え？電話の男やユータンはそいつらの頭で西谷って男や。鬼人会いう組引いとる。そいつがお前を渡せ言うてきたんや。それで？俺がさっき会うてきた。お前を狙っとる理由聞き出そう思ったんやけどな、その前に札に連れてかれてもうだ。警察に？西谷も俺の雇い主の佐賀いう男も元をたどれば同じ近江連合や。どうやら近江の中でも牧村誠をさらう派と殺す派で別々に動いとるらしい。西谷はさらう派、佐川が殺す派ちゅうこと。せやけど今一番の問題は佐川の方。あいつは多分。何やと？お前らはすぐ蒼天堀から出た方がええ。ここも佐川に見つかるが多分時間の問題や。リー、どっかこの子連れて逃げる当てないか？まあないこともない。せやけどどこまで逃げてもヤクザは追ってくるで。この子はいつまでビクビクせなあかんねん。俺が何とかしたる。とにかく今町を出る。あなたは一緒に逃げないの？俺はこの町に囚われの身や。一緒におると帰って。しゃあない。誠、ここ出るで。あんまり時間もないようや。え、他にも誰か？なんでよお前、まさか俺のことつけてきたんか？リーさん、あなた前に私に教えてくれた。あなた言ったよ、日本で生きる中国人とっても大変だから、私たち助け合う。でも
最後に自分守ってくれるのはやっぱりお金って、リさん言ってたから、許してくれるよね、リさん。おんとれ、わしら売ったんか。こいつら佐川の手下や。用が済んだらもういらんちゅうわけか。普通やないでこいつら。リー、その子を見とれ。こいつらには今まで散々世話になっとるんや。誠、こっちや。行くで。中国人同士の絆より金か。わしは確かにお前にそう言うたな。せやけど死んだらせっかく手にした金使えんやろが。ダホ、リさん。リ、まだ終わっとらんで。他にも佐川の手の者が駆けつけてくるはずや。そいつはほっとけ。おい、どないしたんやり。このままほっといたらこいつ助ける言うか。お前、誠を連れて早くここを出ろ。わしはこいつをジャンバラへ連れて後で合流する。お前は誠と一緒にほぐし会館に行け。ほぐし会館。誠を連れながら歩いて逃げきれんやろ。車がいる。大串会館の前に店の車止めとるんや。何が起きてるの。誠、すまんが、わしはリーのおっさんは後で合流する。お前のことは俺が守ったる。急ぐで。すぐに他の追手が集まってくるんや。全部私のせい。泣くことあらへんがな。お前は何も悪ない。誠を
ら佐川に伝えるや。俺らはこの町を出るで。どないした、早うかかってきたらどうや。俺を止めてみろ。行くで。また私のせいでみんなを巻き込んで。お前のせいちゃう言うとるやろ。後ろにおれ。うん、分かった。よし、行くで。リーさん、大丈夫かな？あのおっさんなら平気や。簡単にやられるような球やないで。うん、そうだよね。ちょっと待っとれ。
怪我ないか？大丈夫。あなたは？平気や。おい。リーさん。無事やったか？早かったな。あの闇医者は？大丈夫や。仲間が見とる。それより車や。まだ追手が来るかもしれんのやろ。うん。車はあれや。ちょ待っとれ。こっちや。ひどいよ。なんで俺に嘘ついちゃうの？悲しいじゃん。俺にこんなことさせんなよ。今度は俺もちゃんと約束守るつもりだったのによ。女殺したら島野んとこに戻してやるって約束したもんな。なのになんでこんな真似すんの？嘘つかれたらお前のこと助けてやれないよ。もう殺すしかなくなっちゃったよ。でもいいよな、二人一緒に殺してあげるから。